フィリップ・ピネルフィリップ・ピネルは、フランスの医学者、精神科医、百科前書派の影響を受け、心理学を深く研究し、ジャン・ジャックルソーや、当時の英国の心理学的精神科の臨床実績の影響を受けた。1745年南仏タルヌ県カタ実家の農場ロックで生まれ、その近くのサンタンドレのピエール、ヨゼフ・デッソ、ピエール・ジョゼフ・デッソーの下で、 心理学的解剖学的外科の臨床に関わり骨格と関節の研究を行う。1784年、ガゼットでサンテの編集に参加。ウィリアム・カレンの著作の出版やジョルジオ・バグリビーの全集の編纂に携わる。骨格研究と外科手術が専門であったが、1785年に親友が急性の精神系疾患になったのをきっかけに、 心理学的精神病理学院へ転校する。ジャック・ベロムがパリ郊外に建設した精神病患者のセリオ院に就職、さらに1 7 9 2年、当時パリ周辺の精神疾患患者や囚人を一堂に習慣していたビセ生トル病院に職を求めた。その後30年以上にわたって閉鎖病棟で鎖に繋がれている精神、神経症患者と出会う。 1793年1月21日に薬理学教授の類に閉鎖病棟の改善実施を進言。同8月25日、閉鎖病棟からの精神疾患の患者の解放が実現する。1794年、サルペトリエール病院に移る。1795年5月13日主任医員となり、同病院の閉鎖病棟の改善と、 同病院のホスピスの解放病棟化等、当時では画期的な改革を行う。1795年にパリ大学の病理学教授に就任。1804年アカデミーでシアンスの会員となる。1826年パリで没。ピネルの医療は、心的療法は彼が診察した精神疾患患者の臨床記録であるが、 革命期の庶民の生活や精神構造が克明に記録されており、訳も優れ、資料的価値も高い。中、ホテル、デュー・ホテル・デューというのは、ホテル・デューは、もともと、神の療養所といった意味の表現で、フランスの各種の主たる、私立病院に、慣習的に付けられている名称である。出典、ありがとうございます。